はい、皆さんこんにちは、ダンサーの小澤です。そして田中桜です。宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価と通知をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで今日はモンストブライダル3シロゴガチオカー、はい、なんか絶対の3体ですね。はい、はい、シロゴの評価していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、まずは、まあ、今回3キロいるんですけどね、はい、なんか結構、多分、もうここで意見違うような気がする。おー、まあ、感じてる。いや、分からんけど。分からんけど、ね、別に2人で話し合ってはないから。話し合ってはないけど、それぞれ使う、はい、雰囲気でね、はい、まず、作能ですね。はい、はい、反射バランスの超ウィンドプロテクション底力、友情を底力言える、うん、超エッセンスターンアクセルアンチ減速壁バイタルキラー M に、コピーと防御アップ持っております、はい、そして、SS が、こちらは一応新 SS みたいな感じ、 HP の消費量が、51% なので、確実に底力が発動しますと、まあ、実質ね、はい、消費量がね、うんうん、消費量が増えてます、うん、そして、オールアンチショットだよということになっております。はい、はい、まあ、特徴としては、最大の特徴としては友情底力言えるのコピーですね。バランス型の、超バランス型の、うん、という感じになってます。はい、じゃあ俺から言う。でもどっちもいい。俺から言うとめんどい。あー、まあまあ底力だよ。マジでめんどいなって思いましたね、このキャラ。あ、まあ、はい、それはそうかもしれないですね、うん、強さは、うん、あるんですよ、うん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 、もう友情底力 EL のコピー超バランスのっていうのはすごく強さがあるんですよね、うんうん、でバイタルキラー M もあって、SS が結構この超 SS ターンアクセルもあって、まあオールアンチなんで実質まあいけるところ結構多いなみたいな感じで、うんうん、強さはあるんですが、まあまあまずリスクがあるよねっていう、うん、HP 減らすんで、でリスクを取ってもめんどさを取るかな、リスクを取るかなっていうのがあった。そこまですんのかな、そこまですんのかっていう、うん、HP こんな減らしていいのかって、はい、まあ、一応ねプロテクションがあるんで、はい、だからそのプロテクションの見極めとかも必要なのよ。次のターン死なないわ、これプロテクションあるしみたいな、ちゃんと次の攻撃を覚えておく必要ある。そうだし、ハートあったら底力消えたりするし、だからこのさ、柵のターンにハートを取らなかったとしても、うん、次のターンに取っちゃうともうコピーのこの友情底力消えちゃうわけですよ、うん、で、リムルとね一緒に使うことが多そうだなみたいな、うんうんうん、あったんですけれども、リムルが回復持ってるんだよね、はい、ソウルスティールとかいくつですね。そうだから結構リムルのターンにそのもうHP は半分以上になっちゃうみたいなことがあって、うん、ゲージ切れば問題です。そうなんです。そことかも結構めんどいなと思って、うん、やっぱりな、結局俺は底力めんどいなって思いました。あ、うん、底力って言うとね、底力というアビリティがやっぱり人選ぶのかな、うん、とは思いましたね、うん、なんか、うん、乗ったら強いんだけど、いや人を選ぶと思います、うん、俺はちょっとやっぱストレスの方が大きかった、底力に対して。あ、考えることがね、はい、の多さというか、はいはいはい、どうぞ、はい、いや僕は、はい、面白いなと思って使ってました。まあ面倒いけどそこが面白いみたいな、うん、感じのキャラだと思いますね。だから使っててなんか、うん、すごく楽しめた。テマ6で使ったんですけど、なんか3こいつ3体にリムル1、うん、でプロテクション持ってるからラスゲも耐久できるんだよね。ああ即死効かない、即死なんかラスゲのバーッホーミングっていうやつは、うんうん、もうプロテクションで全カットしてくれるんで、うんうん、まあそのうち勝つだよね。だからまあリムルに集まらなければみたいな、うん、そうそう、はいはいはい、まあ大概なんかバーってばらけるからさ、うん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 、そんなに死ぬことなかったから、だいたい HP1-2万保っとけば、うん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 、だから6全然いけるんじゃないって思った、うん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 、であそこの攻撃大概通らないのよ。全部プロテクションできる、全部プロテクションだから、だからこいつ SS 打って
そのハートさえ湧かなかったらその 50% 以下をキープしながらいける。まあたとえそのランスロス倒した後 HP マックスになっちゃっても SS 打ってまた 50% に戻すみたいなっていう感じができて、で常になんか1回なんか3体とか積んでると、うん、なんかこの SS ずっと回せるから、うんうん、ずっとなんか重力あるようなみたいな感じで立ち回れるし、なるほどね、で超バランスのバイタルキラー M でその魔導士ワンタッチで特撮できるし、うんうんうん、それは強いね、うん、なんか普通に強いなと思いました。で合わせはやっぱりリブルかな。でさっきその回復持ってるって話したと思うんですけど、うんうん、あれはゲージを切って調整すると全然使いやすかったし、なるほど、まあ、ワープ出てくるステージだとね、はい、ゲージ切っちゃダメですけど、超ワープがそう、はい、重力ウィンド原則は巣に持ってるんでそこで合わせで使うならば全然リムルとの合わせ良かったな、回復も気にならなかったなっていう感じですね、うんうんうん、まあ、ただハートが湧いちゃうっていうのはうざいかな。そこはランダム要素で、うんうん、50% 以上になっちゃうんで、まあ、そしたらまた SS 打ってっていう感じで調整していけば、まあ確かにめんどくさいけどそのプレイングが面白いみたいな感じで、ね、僕は楽しめましたね。だいぶテクイやったキャラってことね、はい、うん、まあ癖強いっすね。そう、癖強い、なんかアルファっていう感じ、まあ、そう本当に、そう今回ね、割と癖強いキャラ、難解なキャラ多い、うん、でもね、このアルファの中の、うん、全この今回のブライダル3のアルファの中でも僕はこの作能が一番性能的に好きでした。あれなんか自分で多分 HP 調整してみたいな感じが取れるのは面白い、うん、シンプルに、まあ、これはあの悪口じゃないんですけど、うん、オタク向けですね。結構好きな人多いと思うな、これ、うん、面白かった。でちゃんとね、そこから EL 出す意味がある、うん、やっぱ火力感してるからいいなって思いました。まあ、底力から EL、まあ、抜きにしてもなんかしっかり強いんだよね、うん、まあ、プロテクション超アクセルバイタルキラーらへんね、そう、うん、超 SS ターンアクセルでもうほぼ SS 回せるんで、うん、そのこいつのギミック対応ってウィンド減速ダメを重力ワープ地雷なんですよ。はいはいはい、やばくないですか対応、まあ、このね、オーランチ巻いて読んでる、そうそうそう、ね、で超バランスにできて、うん、バイタル M 持ってる、まあ全属性キラーじゃないですか、うん、バイタルなんて、だからかなりスペックも高いなと思って、うん、俺は作の評価しがちですね。いや、やっぱこのね、うん、死にそうなのがやっぱり気になるんだよね。いや、そこはね、多分ね、ステージによる、うん、その俺が使った天魔6みたいなところだと、もう、うん、攻撃がそういうのしか来ないから、まあ、絶対キープできるよねっていう、うん、プロテクションバチバチのステージだったらもうやばい、はい、安心感で打てる、もう HP1 万ぐらいでずっと耐久した時あるもん。1だしみたいな。そうだから、そこをプロテクションでステージ選んでいくのがいいかもね。なるほどね、このキャラ、うん、基準でね、そうそうそう、うん、敵の攻撃がプロテクションで全部カットできちゃうんだったら、そこのマジで一番強いレベルになっちゃうかも、うん、あとマップクリア HP 回復がないステージとか最近あるじゃないですか。 ああいうところは特にいいっすね、はいはい、そうマップクリア回復で毎回リセットされちゃうから、そうそう、リセットされちゃうから、あでも毎回なんか作のスタートでみたいな。そう、SS アクセルで貯められて、うん、マップクリア HP 回復しちゃってもすぐ SS 打てばいいよっていう状態で毎回抜けられるならキープもできるし、まあ確かにめんどくさくはあるけど、うん、まあ、強さはちゃんとあるなっていう感じで、うん、俺は好きでしたね。はい、はい、まあ、これはだいぶね意見分かれると思う、はい、でも今の活躍するのはそんなにテーマ6？いや、というわけじゃないですか。あ、これ調整さえしちゃえば HP の、ね、だってギミック対応が半端ないで、うん、オランチで、そう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 、だけど結局作能だけでは微妙、うんうんうん、やっぱりコピーとかも活かしたいんで、うんうん、そうですね、まあ、他のキャラと合わせたいかな、作の2で他2とかに、あ、そうそう、うん、2、2ぐらいが一番いい気がした。バランス的にね、そう、3、1とかでどうなのかなと思ったらけど、うん、できれば2欲しいな、うん、やっぱコピーを3っていうのはあんまり、ね、あ、そうそう、コピー3っていうのはあんまり良くないから、うん、2、2でなんかいい具合に組み合わせてってっていう感じだったらいけるとこかなり多いと思います、うん、はい、まあ、そんな感じで、うん、好きな人は大好きだし、うん、嫌いな人は使わないかなっていう感じですね。まあ、ゴーデツもできてポッポンあるしね、うん、そうですね、ディビジョンはじめ、うん、アベニもだってオランチ使えばいけるし、はい、うん、まあアルファっぽいキャラ、アルファっぽいですね、うん、と俺は思いましたけど、ね、はいはいはい、ポテンシャルはかなり決めてるキャラだな、うん、まあ、最高コピーだしね、まあ、威力的にはね、超バラできてね、
そこしか載せちゃう、まあ、そこしかっつうのはもうマジで嫌われる理由は分かるよそう、まあ、でも高難易度で使う友情キャラだからいいかなと思った、うん、そうですね、うんうん、ロキみたいななんか雑魚狩り用の、はい、じゃないから、うん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 、いいかなという感じでした。はい、はい、続きまして、はい、アルセーヌアルファ、はい、貫通、貫通の砲撃型超アンチ重力マイン M 重力バリアキラーファーストキラーアンチ魔法陣アンチ低速壁、はい、パワードライブと超強シャニングピラーです。はい、はい、わー砲撃型の、はい、キラーも乗りますそして、SS がスピードとパワーがアップしてアイテム成長の 8+8 ですね、うん、はい、という感じになっておりますが、はい、あのこの中の3キャラの中だったら一番わかりやすいキャラだな、楽ちん、うん、楽ちんキャラです、はいはい、一番なんかもう使わなくてもわなんかもう一緒あのそう使う前と使った後の感想が一緒っすね。あ、うん、まあこんぐらいかなと思って使ったらまあやっぱなるほどねっていう感じ、うん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 、まあすごくあの普段使い用のキャラなのかなと思います。でまああの重力マインテンス魔法陣ってあのキリンジ最近出たの、天魔銃で使うやつ、うん、救世主と、まあ、3つ被ってるんで、うん、結構このキリンジと一緒に使うっていうことが普段使いとしてねあるんじゃないかなと思います、うん、まああのソロでやる人っすね。でも枠アルセーヌキリンジキリンジみたいな、うんうん、まあ貫通と合わせるとやっぱキリンジ使いやすいんでボルモンが、はい、みたいな感じに私は思いました、うん、まあ俺の感想としては強くてすごく楽しいキャラではあるんですけど、うん、まあ結局友情キャラなので、うん、今は強いけど寿命はちょっと短いのかな、うん、とは思ってます、はい、超マインスイーパーにしてくださいこんな感じです、はい、僕は、はい、すごく可愛いなって思います見た目から入る大事かわいい、かわいいよ、これですね。あ、でも言ってたなんか一番好きなんだ、一番好きなアルセーヌが、うんうんうん、多い、面白いのいいっすね今回のね、はい、素晴らしいっすね、うん、これ、ありがとうございます、はいはい、で、まあ友情キャラだと僕も思いました、うんうんうん、まあ、パワードライブと、ね、まあ、超強シャイニングピラー流行ってるのかな、うん、っていう感じで、うんうん、まあ、だけど、まあ欲しかったのはブロックかな、友情キャラだったら、うん、ちょっとブロック魔法陣持ってるのがいいと思いますけどね、うん、あとシャイニングピラーを出す前にやっぱファーストキラー乗せたいのになんか一回タッチしてから誘発乗せなきゃいけないとか、うんうんうん、まあ、多少面倒なところがあったりとか、重力バリアキラーってマジで限られすぎてるっていうか、うんうん、いうところがあるんで、なんか普段使いもなんだろう、うん、まあ、ヤクモでいいかなっていう感じなんで、ぶっちゃけ、まあ転送もね、そう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 、まあギミック対応とかもまあぶっちゃけなんか友情で解けるステージなんて何でもいいみたいな、何でもいいっていう感じなんで、だから期待してるのはやっぱ重力マイン転送の貫通適性のやっぱオーデンタ密用がなんか、なんか結構まだやれるような雰囲気してると思うので、うん、そこと一緒に適性もらってほしいなっていう感じですね、うん、オーデンタが強いところはオーデンタが強いな、そう、多分ねオーデンタでええやってなる気もするんだけど、うんうん、まあでもそこはなんかまあいいよ、4ギミック対応でもいいよ魔法陣まで入れちゃってね、火力は出ますけどみたいな、オーデンタ魔法陣がないやみたいなとかね、あ、いい、そういうのありそう、その絶対来るわ、なんかありそう、絶対来ますこれ、怖いな怖いなみたいな感じかな、うん、なんか結局急の間では反射ゲーだったんで、そうですね、オーデンタそんな輝いてなかったんで、うん、なんかいまいちもらってる印象ないですよね、まあ強すぎてもらってない可能性もあるんですけど、だからそういうところを結構将来期待してるかな、うんうんうん、に関しては自供もね、うん、になんか元々のやつと同じぐらいの倍率もらってるらしいんで 2.5 倍、まあ、確かに打ってみたら強かったですね、2段階目、うんうん、1段階目ですら 1.5 あるから、うん、全キラー乗せて、そうそうそう、ハマっちゃえば、まあ、オーデンタの方が殴り強いんだけど、うんうん、まあ、全然戦えるラインにはいるなと思ってるんで、うん、うん、
まあ友情で今は使うけど、将来的にはなんか殴りの方法でオーデントと一緒にもらってくれたらいいなっていうふうに思ってます。だから方言方にしてやっぱステータスはいいじゃないですか。そうですね、やっぱオリジナルを、なんだろう、ね、あの周到してるちゃんとね、踏襲ちゃんと近い値、同じなのも全く、はい、うん、同じなのも全く、でも大体こんなもんだった気がするんですけど、うん、アルセーヌってやっぱりその方位方のその新春キャラなんて同じ感じだね、うん、2940悪くないんです、ステータスも、うん、だから今後殴りで活躍してほしいとは思う。普段使いは俺は正直しないかなっていう感じ。まあテセウスと合わせるかも。テセウスでいいんだよ調教者に殴りだったら、うんうん、まあアップポジションキラーで、まああっちがブロッカーあったりとか、そうブロッカーもあるし、つか爆発もなんやかんや便利だから、そうですね、多分そっち使っちゃうけど、だからテセウス持ってない人はかなりお世話になる可能性はあるね、普段使いたい。そうですね、うん、うん、ってやります。これよね、調教毒シャイニングピラーとかが良かったですね毒オーデンターと一緒にね。ああなるほどね、なるほどね、毒使わせていただいて、そんな感じです。うん、はい、めっちゃかっこいいからさ、めちゃかっこいい、困ったもんだ頼んだよ。まず今後にも期待ってことですね。今後にも俺は期待したいなっていうキャラですね、うん、まあ、なるほど、対応的にはね。そう、対応的には、うん、そこもやっぱ逆なんですよ俺はこいつ今だけだと思ってる。あ、なるほどね。そう、はい、じゃあ最後ですね、ローレライアルファですね。はい、反射砲撃型超ダメをアンチ原則アンチ転送。はい、エセスタンチャージ M に状態異常底力から言える、えい、ダッシュ M、 そして友情コンボがラウンドバーストと白爆、SS が難解な SS です、はい、攻撃力とスピードの差が最も大きい味方の攻撃力とスピードの値の比率に応じて触れた味方のパワーを一定期間アップだって。有評カードやもうなんか考えたくない、ね、式を出せと、もうこれ書いとけと、こういう計算をして式だけ書いとくでこのストライクショットなんですけど、はい、まあ、ツイッターでね、あの見たんですけどね、はい、あのポテトさん、うん、はい、が出してた式で見ると、まあ、あの1段階目が最大 1.25 倍で2段階目が最大2倍なんですよね、うん、で攻撃力とスピードの差が、まあ、1.74 倍2段階目で、うん、あると最大倍率になる、へー、っていう作戦らしいんですよ。はいはいはい、大体。よう分かったね。大体。すごいね、それ、はい。あ、で、これゲージに乗る前か。なんで、まあ、例えばロレライだったら、まあ、あの、スピードはあの3800だと思っていただいて、うん、で攻撃力21000ぐらい。まあ、ざっくり23000だとしたら 1.5 倍じゃないですか、はい、その差は。なんで、まあ、大体 1.7 倍ぐらいのバフになる。うん、ロレライだけで、うん。という感じ。この未強化状態ね、はいはい、うん、ちょっとこれ計算合ってるかちょっとは怪しいんですけど、はいはい、まあ、俺の見た感じではそんな感じ、うん、でオセロと一緒に使うと、はい、まあ比率的には、うん、まあ、1.5 倍以上あるように 1.74 倍ぐらいあるのかな、これ難解ですねまあさ、ローレラよりはローレラよりはありますいう感じで、1.74はさせないかな。まあでも、まあ、あのミヤボーのオセロがあの同族3過激、はい、EL、うん、だったんですけど、同族3 EL 過激オセロで 1.88 倍とかになる計算でした、うん、強ない、はい、俺のオセロ、俺のオセロは強いそれは強いです。で、これ衝撃を受けたのが、衝撃きた。まあ、そこの俺のローレライ、まあ、同族三過激なんですよ。あらあ、同族三過激なんですよ。まあ、エブリクスで使おうかなみたいなね。そうそうそう、マジでね。差なくなった。同族過激と加盟激入れちゃったからね。そう、あのもう。なんか加速を持ってない、過激過激過激じゃん、うん、だからまあ当たり前攻撃力の方がスピードより伸びるわけですよ、うん、だからスピードと攻撃力の差がこう縮まって、なるほどね、あのこのローレラ SS 打ってもしょうもないっていう、うん、衝撃的な、まあでもこのローレライで完結させなきゃいいんだけどね、うん、他のやつだね、うん、他のやつで連れていけばね、そうそう、ローレライだけで完結させたいんだったらロール、この過激はやめた方がいいのかもしれない、なるほどね、けどまあオセロとかと一緒に連れていくんだったら全然問題ないんですけどね、うん、はい、
まあ、1体を3勝ですからね。そうそうそう、一番差が離れてる、うん、で結局上限が2倍なんで、はぐれメタルを入れてみたいな感じのはあんまり見ない。あんまり見ないんだ。あ、まあ結局2倍で止まっちゃうね、はい、上限みたいな感じでしたね。はい、まあそんな難解なストライクショットを持ってるんですけれども、はい、まあとりあえずあの攻撃力が高くてスピード低いキャラか、スピードが高くて攻撃力低いキャラ連れていけば効果が高いよっていう感じで覚えておいてもらえればいいんじゃないかな、普通に。まあでも16ターンで打てるなら別にね、うん、悪くはないんじゃない。そうですね。で、2ぐらい二巡です。あ、二巡継続なんだ、はい、1段階目は1巡、うん、という感じ。1巡目は倍率も確か抑えられてるよね、 1.25 最大で。あ、それ微妙だね、うん、2段階目打ちたいね。1段階目はまああの友情の超強攻撃アップとかと一緒かな、うん、みたいなイメージです。1段階目はね、最大でね、うん。で、まあロレライアルファの、まあ、自分の評価としては、うん、まあ、どこで使うかにもよるんだけど、うん、まあ、ディック X で使うんだったら友情よりなぐりじゃないですか。そうだね、友情が、はい、うん、あんまりっていうかですもんね、うんうん。なんで、まあ、ディック X は毒を撒いてくるのって、うん、状態上そこじから EL が、まあ、かかりっぱなし、うん、基本的にほぼほぼ、はい、になりまして、まあ、過激恩恵が大きいよねと、うん、はい、まあ、あの同族過激で3000上がったら9000上がってるっていうことですから、うん、で、ゲージで3600だから、まあ、1万以上上がってるのか、9800か、9800上がってる、うん、同族過激1個でみたいな感じなので、まあ基本過激をバチバチ持っていくのがおすすめかなと思ってます。ただ、やっぱ結局状態異常底力っていうアビリティなので、まあ、これにあの結構割りがね持ってかれてるわけじゃないですか、うん、なんでクエストは結構選ぶなというところですね。そうだね、うん、状態異常が基本のステージで連れていきたいですね。で、まあそれ具体例で言うとそのディック X とあと近畿19ね、裏近畿19の、あの強化状態のところも、減速ダメオで完全対応だったんで結構強かったですね。普通にあの刹那集会とかで採用されそうな感じました。爆発持ってんのもいいんだよなあそこ。うん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 、なんか友情も強かったです、うん、友情も普通に入っちゃうステージなんで、うん、なんかうまくなんか共友情と連れていけるかも、うん、白爆発イエル持ってるから、うん、で、あの砲撃型のラウンドバーストが、まあ、初5-6で、うん、みたいな感じなので、まあ低難易度だとあのゲージ飛ばしとか、うん、はい、の友情で使うこともあるかもしれないと思います。なんでなんか2体3体持ってたらね、遊撃のローレライとかも作りたいなっていう感じ、うん、俺遊撃にしました。おお、俺もう1体遊撃僕、うん、もう1体引いたら俺も過激つけたいですね。なんか分けて使いたいキャラ、うん、なんかのパーツとしても使えそうだし、うん、ね、ワンパン周回のでプラスでそのディク X、やっぱり普通に強いと思うから、うんうんうん、うん、まあそうしたら過激で使いたいんで見てほしいなとか思ったけど引けなかったんでどうしようかなって思ってるところですね。まあだけどなんだろうな、バスって低いね。はね、もう前提になってるから、うん、まあもともと警戒はしたんだよ。ローレライってあの捨てがちょっとね、はい、オリジナルの方が抑え気味だったから、まあ、ちょっと上がったんですけどね、うん、どんぐらいになるかなと思ったんですけど、まあ、うん、やっぱり思ったよりもらえなかった、うん、っていうのがまあちょっと残念かな、うん、その代わりなんかダッシュ M で保管してたりとか ね、これにゲージがついたってことなんだね。この21484でしょ。うん、21484でしょ。あ、そうだね、それにゲージがついたっていう感じだね。ただちょっと上がった 1.2 倍よかったね。ね、うん、あ、じゃあ元々の数字は一緒ってことだな。そうですね、うん、まあでもやっぱ状態上そこじゃから選ぶよね。選ぶね、ステージを多いとはいえ、うんうんうん、うん、だからもう現状には現状的にはやっぱり、うん、X もほぼ専用機的な
使い方になってくんじゃない、うん、それ以外はもう本当にランドバースト使いたいところでみたいなね。そうだね、うん、感じなのかな。これターンチャージ M 結構いいの持ってるけど、なんかと合わせられたり、やっぱパーツとして使ってください系な気がするんだよな、うんうん、だからやっぱりローレライも坂野と一緒で難解なキャラ、まあ、クエストも選ぶし相方も選ぶしみたいな感じなのかな、うん、でもこれ好きな人は好きそう、ね、オタク向けですこちらも。これ残念ながらね、はい、サトゥーヌスと相性が良くないです。そうっすね。あーそうだね、まあ、状態状態ブラストしてるから。あれディクエクスだっけ、あれディクエクス俺エクディクスって言ってた。いや大丈夫大丈夫、ディクエクスディクエクス、サトゥーヌスさんは、ね、回復したんですよ状態上、ね、これ注意ですね。そうそうそう、バフもなんかねでもかぶってるし、ね、上書きしちゃうしな、うん、まあサトゥルヌスはサトゥルヌス強いですからね。そうそう、うん、でちょっとそこは ね注意って感じかな、うん、はい、まあ本当に好きな方を使っていくっていう感じになるのかな、うん、とは思います。いや、まあこちらはもうオタク向けのキャラなんですけれども、はい、私はロレラルファ大好きです。おお、1番3だよ。ああ、でもそうかも。うん、うん、ヨゴさんはサノ、サノ、いや、見た目アルセルサクノって言ったの。サクノって言ったの。サクノ、サクノ、そう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 、やっぱサクノ、性能はサクノで、うん、見た目アルセルいや、ローレラも好きまあでも今回はね、やっぱこのアルファっぽいよね、まあ、そう、尖り方が、うん、で、あの3キャラともなんか必須じゃないけど持ってたらモンスト楽しくなるよみたいな、うん、感じ、はいはい、でも俺もうちょいローレラやっぱぶっ飛んでると思ったな。ぶっちゃけディクエクス、いやまだディクエクスで使ってないよ、うん、なんかこの特に倍率じゃない SS。 ディクエクスだっけ、エクディクス、ディクエクスです。ディクエクスの話すんだまだね、なんかしっくりきてないからね。ディクエクス、エクディクスじゃない、ディクエクスディクエクスね。いや俺もうちょい、わかんない、使ってみたまだしか見てないんで、うんうんうん、あと2回目が来てないんで、うんうんうん、なんとも言えないんですけど、まあ、俺もうちょい、ね、もうちょいぶっ飛んでるかなと思ったら、なんかそういうわけでもそう、あそこって結局遅延が強かったりさ、そうですね、うん、そういうことがあるんで、だからこいつが一強っていうわけではない、うん、とは思う、うん、ないね、うん、一強ってわけじゃないと思うんだよな、うん、バフはもちろん強いけど、攻撃力がさ、結局あの過激持って10万超えるとは言っても結局砲撃型だから、うん、うん、もあるし、あそこってなんか結局ちゃんとハマらないととか、そうね、うん、そういうのがあるから、バフでごまかせるかっていうと、そう、こいつで劇的に壊れてるかっつうと、そういうわけではないと思うので、うん、だからそこのところも引く時の判断になってくるとは思う、うん、もうめちゃくちゃ面白い性能はしてるんだけど、うんうん、ね、まあ、でもね、リクエクスの、ね、特攻キャラが、これローレライでもし終わりだったら難易度は変わらないままっていうか、うん、変わらないと難しいままだとは思いますね、うん、難しいクエストとして残しておくのかもしれない、ね、会長は多分めちゃ強いから、うん、そうですね、やっぱ遅延便利だよな、うん、そう、遅延、遅延前提みたいな、なんか即死ターンしてほしい。そうね、うん、うんうん、なんかあの、まあ、アビスも遅延持ってるし、やっぱそこはどっちか入れてけみたいな感じなんだろうね、うん、そう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 、うん、そうなんで劇的に変わらないよっていうのは注意注意だなとは思うけど、まあ実際やってね、使ってみたらね、あ、やべーってなる可能性もまあ可能性もある、あるけど、火力やべーってなるかもしれない、まあ、火力は多分やばくなる、バフかけられるからね、うん、まあだけどちょっと完全ぶっ壊れではないなとは思ってます、うん、今のところだと、まあ、やっぱりキリンジとかやばかったからさ、あのベジテパラのね、ああそうそうそう、あれはもう完全壊しいじゃんで、あのレベルではないっていう感じだね、一番ね、最新の豪術だし、うん、以上でいいですか。友友さん以上ですか。うん、俺はでも俺らがちょっと使いたい気はあるけどな。以上、引きます。いや、引きは引けたらいいけど。徳玉？徳玉で。徳玉で。徳玉で粘ります。徳玉で粘るしかない。ガチャ引いた方がいいと思いますか。あのでもなんだろう。うんうん、引かなくていいと思う。うん、引かなくていいと思うけど、あの楽しいキャラではある。変なハマり方するなんか、後々変なハマり方するのは、うん、俺アルセーヌだと思うな。まあやっぱりそのオーデンタラインってことですよね。うん、
かな、一番現状なんか目立った感じのあれじゃないかなと思って、うん、なんかこの、まあね、俺がこの友情すると嫌いなのかもしれないパワードライブは好きなのに、うん、うん、もうちょいあるありそうだなと思ってますけどね。俺そういうのはなんか分かりやすく今強い適当キャラだなっていう感じで設計したのかと俺は思ってたから、うん、それもあると思う、うん、その可能性も十分、うん、でもね、まあ、でもアルファってね、うん、ハマんねえだろこいつと思ってもいやそうだね、テセウスがいる中でこの性能かって俺はなっちゃったけどね。ああまあ半年前に出た性能といっかそう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 工場の、うん、いやそれはちょっと、うん、いやーまたニュートンアルファパターンきますかこれ。いや俺はそこいつが一番それ臭いなとは思ってるけどね。ニュートンアルファパターン来ちゃいますか。俺マジで浴びたいよで勝負してくると思う。そう浴びたいよで勝負してくると思う、うん、それでオデンタはあの一応いけるけど魔法陣対応してないからたまに火力出せませんよみたいな感じにしてくると思う、うん、そうそう転送壁がもう嫌な感じするね。転送壁あそこマジ少ないですからね、うん、で一応降臨キャラがいるっていうのがエロいっすよね、うん、はいということで、はい、ハマったらすいませんということでね以上になります。我々ねメンバーシップもやっておりますのでそちらもぜひチェックしてみてください、はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。